神運営にポカポカ、ありがとうサイゲ、に対するみんなの反応。蹄鉄交換の時間だー。蹄鉄で礼もらえるのありがてー。これでもう礼で困ることはないな。蹄鉄ラインナップええやんけ。ヒント本交換数増えまくりでしば、マニー吹っ飛ぶね。なあ、蹄鉄ヒント本たけー。きらめき嬉しいなー、ヒントやっとぶっぱできる。ヒント本多すぎて草。蹄鉄でこんなにもらえるなんて思わなかった。これで心置きなく礼をサークルリクエストするね。はい、追放。やっぱ歳月って神だわ、手のひらくるー。どの蹄鉄でもあらゆる礼と交換できるだけで助かるのに半額以下にしてくれたの嬉しい。育成とは別に礼集めしないといけないのかったるいなぁと思ってたからこれはありがたい。おかげでうちの水着滝音がアンストッパブルイミシンになったよ、ありがとう。今度はシューズが足りないからちょうだい。強欲。シューズって足りなくなるのか。完全に油断してた俺が悪い。靴は500切ってたらショップで買うようにしようね。靴ならこっそりリクエスト出しても許されるかもしれん。安くなるの忘れてた、クローバーの方も5分の1になってるね。礼あげても良くなったな、高松の宮と春天を要求するやつは追放するけど。オークス要求僕許された。礼交換はありがたいが二次決勝勝ったせいでマニーがないので結局使えぬ。銀の蹄鉄が4000ほどが一瞬でなくなったわ。きらめき大量配布きちゃー。夢のきらめきは無限。うおうおう、交換じゃー。お前ら蹄鉄持ちすぎやろ。金蹄鉄のきらめきレート上がるけど100個まで交換できるな。なかなかやるじゃん。夢のきらめきで限界まで交換したら蹄鉄がめっちゃ減ってくさ。ヒント本で蹄鉄やばい。蹄鉄やばい、深刻な蹄鉄不足に陥る恐れがある。金蹄鉄が一気に1000を切ってわろた。金蹄鉄の交換がうますぎるな。春天もダービーもダートレイも1対1で置いてるのありがたすぎる。ヒント本あってもマニー枯渇しとんのや。マニーもねえ、蹄鉄もねえ、何にもねえ。蹄鉄の使いすぎに注意が必要だな。使いすぎると来月からチケット交換できなくなる。理想言えば、二次蹄鉄に二次決勝のかけらも追加してほしかったな。それはさすがに勝ちに差がありすぎて今まで二次蹄鉄交換した人から大ブーイングになるだろうから。自分も何枚かずっと保管庫なので、何かいい落としどころがあればいいのだけどね。蹄鉄がない？そこにガチャがあるじゃろ？かぁ、金蹄鉄が欲しいのに SSR しか出ねえよ。マジどうしよう、金蹄鉄が欲しいのになぁ。そんな夢を見ているんだね。現実は10連しても金蹄鉄1枚だから。夢の中まで最低保証なんて救われないだろ？本命だけでなく今月の推しにヒント本ぶち込めるようになったね。特別遺跡でももらえるし、たくさん使ってもなんとかなりそうよね。先生、マニーが足りません。マニーだ、マニーだ、マニー持ってこい。金の蹄鉄は普通にプレイしてると余りまくるから助かるわ、銀の蹄鉄は枯渇するかも。金蹄鉄は意外と在庫少なくてびっくりしたわ。あんだけガチャで出てるのになぁ。っていうか引くぐらい夢のきらめきもらえるようになったな。ヒントレベルアップにめちゃくちゃ必要だったからね、ものすごくありがたいよ。これでフレポはギャラリーキーに専念できるなわな。ついでにサークルで靴と霊の一括は別々にしてくれ。マジで霊と靴は分割して掲示してほしい。今育てたいローレルに春天くれくれされて困ってたところだ、助かるぜ。春天だけは限界まで交換しておいた。ダートの優勝例が万年してるから蹄鉄で交換できるの助かる。今回のハフバのアップではほんといいね。蹄鉄、フレポ改善はありがたい。ついでにサークルポイントにも使い道を。新しいメインストーリーが出たらサポカ交換に使うから白目。例よりもマニーが足りない。マジでマニー不足が深刻。2倍キャンペーンの時に貯蓄してないと後でめっちゃ困りそう。デイリーショップで一括購入しても余りまくってたマニーがサービス開始当初ぶりに底をつきそう。
今まで通り何も考えず上のアイテムから順に10個交換を連打してたら、あっという間に銀蹄鉄が尽きて青ざめた。ヒント本ときらめきのバランス考えながら交換しないとまずいな。欲を言えばサークル交換にも何か欲しかった。あれ使い道なさすぎるんだよな。人数が少ないサークルもあってね。やっぱみんな春天霊足りてないんだな。トプロ、ミラコ、ゴルシでめっちゃ使うんだよな。これからは霊は周回して入手するんじゃなくてサポカガチャを引いて蹄鉄で入手するものになるのかもね。そんなに蹄鉄残ってねえよ。マニーもねえ、霊もねえ、石もそれほど溜まってねえ。きらめきもそんなに余裕ないけど、やっぱマニーはコツコツ育成せんとたまらんな。今年もゴルシウィークがあったら稼げたのに。正直新衣装ゴルシは9月後半に来て今年は秋にゴルシウィークとか言って欲しかった。これはありがたい、ラークになって霊集まらないしどうなることかと思ってた。馬娘史上今が一番ユーザーフレンドリーな運営体制だよな。正直まだ怖い、1ヶ月経って何もなければ評価する。せめて年内くらいはこの調子で頑張ってもらいたいわ。新シナリオは福引き引けなくて霊収集に向かないのが欠点。しかし銀蹄鉄がごっそり持ってかれたな。ヒント本交換するには毎月複数天井分ぐらいの蹄鉄必要ってことか。レイト結構きついかもしれん。結局マニーがないからレイトマニー集める周回するのよね。これからはヒントレベル3じゃないなら甘えって言われる。いよいよマニーの枯渇が加速する。ムーンライトもベリーハードじゃ足りんぞマジで。ムーンライト賞にもう一つ上の難易度が欲しい。それでも全然足りないだろうけど。うらら、久しぶりに頼む。効率悪いんだからやめろって。余ってるのはサポカポイントだけじゃ。マニーとサポートポイントって基本的に同時に使う上にマニーの方が使いどころ多いから、結果サポートポイントだけだだ余りするんだよな。サポカポイントも足りねえよ。使い道増えたのは嬉しいけどさすがにこのペースで全交換してると足りなくなりそうだな。腐るほどあったのが目に見えて減っていってるの感じてる。銀の話だがヒント本1冊25個もだけどレアヒント本1冊100個って誰がこんな法外レート通したんだよ。フレポのヒント各種本の大幅値引きありがてえ、4分の1になった。今度は蹄鉄でマニー交換できるようにすれば完璧だな、頼むぞサイゲ。夢のきらめきが3桁超えたの久しぶりだわ。マニーが足りない?育成しよう。結構真面目に育成しても足りない。夢のきらめきが足りなさすぎてヒント本だだ余りしてるわい。脳死でヒント本を交換して蹄鉄不足。馬娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。